前田恵里です。今日は11月1日発売のスターバックスクラッシュマロンパイラテを飲みたいと思います。サクサクのパイをまとったマロンクリームを合わせる贅沢な組み合わせ。エスプレッソとスチームミルクに滑らかなマロンソースを溶かし込み、たっぷりのホイップクリームにマロンソースとクラッシュしたパイを贅沢にトッピングしました。ですってですって、はい、もうほんまにね、これマロンのクリームとパイがめっちゃ美味しそうです。いただきます。うん、めっちゃクリうん、サクサクって書いてあったり、サクサクでなんかドリンクじゃなくてデザートみたいです。お菓子食べてるみたい。このサイズトールなんですけど、いつもねプラスチックのカップで飲むことが多いんですけど、アイスとかで、なんかこのマグカップで飲んだだけですごい美味しく感じるのはなぜなんでしょうか。外なんですけどね、すごい優雅な気持ちになりますね。いいですね、スターバックスは。苦味がすごい少ないので、コーヒー苦手な方も楽しめる味です。美味しい。スターバックスクラッシュマロンパイラテのセンスは、点数は3点8点。パイのサクサク感と栗のモンブランのケーキみたいなクリームが楽しめて、でこのドリンク自体も多分ね、栗が苦手な方も美味しくいただけるんじゃないかと思います。ケーキとドリンクが一緒になってる感じでおやつにぴったりだと思うので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。ぜひぜひ皆さん試してみてください。